どの番組でももうこれが最後かもしれませんねなんてもう1週間びっしりそれG ストップ、リプさん G ストップは言ってたらリプさんからチャンスでリプさんビッグ、ああだった、言ってたらよ、マジかよ、あああああ、ばらけた、ああ、裏剣、それ裏剣じゃないっす、これ裏剣の心だ、ああ来た、はい裏剣、はい、出ました、はい、高設定6、はい6、あ、当たりつさんチャンス、よし、リップ4、うまっ、オッケー、リップ5、なんだなんだ、おいおいおい、どうした、どうした、よし、リップ5、どうしたんだ、おいおいおい、来てる来てる、どこまで行くんだ、おい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 、ブロックのテンションじゃねえな、むちゃくちゃ仕上がる設定に引きを掛け合わせていきます、むちゃくちゃ出そうだ、その代わり松本はデン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 、金ないくせに、金ないくせにデケデー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 デ松本さんのお金下ろしプラス一球一息、ストックがあると信じて、ほらありそう、あるぞ、出てるよ、レイラジオもレイ、ありました、あー来た、すげー、やっぱ裏手パワー計り知れない、回線に対して生半可な気持ちではないぞと、ちゃんとそこをね証明するために、あ、なんか終わりそう、こう見せかけて人のやつだけど早く G ストップみたい、あーいない、2発か、待望のグラストックは 2発で、ね、待望の G ストップタイム、いやもう3つか、最低3つ、大事ですね、だいぶね未来、いい未来しか言えないよ、いますよ、だだ気楽に行きますわ、おっしゃー、7がいる、いや、いらねえ、ここではガーです、おお、うわー、くそ、いない、鏡がいない、辛めだな、辛いね、この G ストップね、この G ストップちょっと辛いっすね、うわー、ちょっとこれはひどい、2連続スカか、なかったものになりました、1個が1個が泣き物に、ちょっと待ってくださいよ、待ってくださいよ、あーやばい、ダメダメダメ、今のもう、ね、今のダメです、完全に今見られた、今のやっちゃいけない、今の一旦落ち着いた方がいいですよ、立て直した方がいい、そうだね、今のはダメだね、はい、はい、整いました、うわー、全然じゃん、もう多めになってきたな、あ、来たー、勝負どこ来た、今度は鏡止めたいよな、ここら辺に押します、わー、才能のかけらがない言うな、才能のかけらもじゃなくて才能のかけらがない、なんてこっちゃ、おい、いやひどい、何をしたれているのだ、うおーうおー、ランボーだ、ランボー、あーうおーどうしたらいいんだこれは、落ち着くのです、いやちょっと
ところを無にするのです。鏡が止まんねえ。欲を捨てるのです。欲がなかったら来ねえ。こんなとこ。その通り。おお粘った。でかい。 S はでかいね。いやーよかった。3度目の正直で。今日2回目の SGG でございます。全録だ。そんなバカ。嘘でしょ。ちょっと勘弁してくれよ。焦るではない、焦るではない。まだまだまだできるよ、できるよ。いけるよ。頼むってよ。いけるよ。終われないよ、終われないって。ああ終われないよ、こんなんじゃ。終わりたくない。まだ何枚出したい。カモン。おおおおおおあ無情。ラストゲームで引いたのに。さよならしたくない俺まだ。あがまま言うんじゃありません。こんな出ないんだもん、だって向こうこんな出ないんだもん、やっぱり。もうそれはある時代の流れとはいえ、年老いていくということなのかもしれませんね。でもさ、去年ぐらいから発想始めた子はさ、年老いたも何もまだ始めたばっかりなのに六本木になっちゃうわけですよ。そうです。でもその子たちにとってはこれがそれが当然だから、そうは思わないかもしれないですもんね。同じように。そうかな。ただ確かなのは、十数年前5号機が出始めた頃に5号機ってやっぱ出るなって言ってるとは夢にも思わなかったの。そうだね。だから6号機にもその可能性は眠ってるとは思いますけどね。5号機で2万枚出ると思わなかったもん。俺はフリーズを引く。フリーズマンだ。俺が来たからにはもう死んだ。まさかのフリーズマンが来た。フリーズマンとはレバーを叩いていればいつかはフリーズが引けるスーパーヒーローだ。さあラスト G ストップになるのか。中断機7が刺さった。3万6000円なり。結構使ったね。はい。そろそろ鏡を止めたい。ビタで行こう。ビタ。何かビタだよ。ざれごと。左手の小指で叩いた方がいいです。ここ？はい。鏡見てるんだよ。本当だ。ほんまや。これ鏡見てるんだよ。これ鏡見てるんだよ。目がなんか泳いでる気がする。これやった方がいいです。そっからもう流れ変わるんで、これ大丈夫です。これも大丈夫です。あ、でも大丈夫大丈夫大丈夫。7シナリオの鏡2枚。7シナリオの鏡2枚。1、3、5、イナゴ、どっちか。1でも前に。うわーすごい、ゼロ札。いやそれだけはダメって言うと止まるんだもんな、すげえ。いやー4回やって1回だけだ。あらら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 、まだあるかも。それ出てきたら熱いですけどね。 ないねこれは。いやめちゃくちゃ出そうな雰囲気あったのに。あるあるだな、大量ストップした G ストップ失敗するあるある。いやもったいないです。もったいないです。これはもったいないです。そうです。お
ああダイヤの風だ、天国行った、参加後だ、どこに行くの。じゃあダイヤで風吹いた時に天国以外にいたことないです今まで。フリーズマンが言うだったら間違いない、はい、フリーズマンだ。天国のはずだ。フリーズマンが今天国にいるぞ。現実確率は変わらないぞ。あれ4連続奇数テンパ当たり、いないパーティー、 あいるし、ロングロングだっけそこ、あと、いや、うん、あのプラスだよ、おえそっかありプラス頂点、頂点確かそれはロングだったはず、そのここが遺跡は、だそうだと信じたい。であれば今頂点ということになりますが、そうだね、私も112で当たりました。いい台だね、やっぱりこれいい台ですわ。逆転の兆し、白だね、上がってきたぜ、風で来て頂点なのであれば、そうだね、行きたい、反発でも仕方ない、おほっ、最終ゲームで505枚、503、さあいいボードいるよ、なんで連チャンしてんの、天国でしょ、あのループ取ったんだと思います、そういうことです、ダメだね獲得枚数が、一回これ潜っちゃってるんだね、あそういうことか、ここでもうワンストップ出てくるようだといよいよどこまで行くか、反撃の兆し、よし、いやおやよし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 、いやもうプラスなんだけど、さっきのやっぱやるせなす、3連続がねやるせなす、やるせなすですわ、あー上がってた、絶対に落としてはいけない、あおもう当たってるじゃないですか、もしかしたら、いやもういるじゃないですかそんなの、当たってたデメかも、ここで当たりか、4連続数千杯、千枚取ったぞ、おーやったじゃん、ボットが一発あればまくれる、ついにフリーズマンが、フリーズマンは残り時間でゴッド引ける可能性があるぞ。この島にいる人全員フリーズマン。焦らないで努力を積み重ねれば君もフリーズマンになれるかもしれないぞ。助けてフリーズマン、もう一個、もう一個2個ください、助けてフリーズマン、あれなんだね、あの5個ワンセットでくれるんじゃなくて1個ずつくれることもあるんだ、助けてって言ったらじゃあ1個だけおまけだよって、あー天国ロングも落ちてる、まだいた、よーし、じゃあ初当たりを間に合いますね、行くか、このセットでも乗せちゃおう、ジョーズラント絶好調状態、絶好調です、中畑です。デジャムを出したがっています。じゃあ出してやるのが務めだね。まだまだ俺はこんなもんじゃねえ。まだいるはずなんだよ。残り15ぐらいで V1V が出た。あれなんかちょっと煽られてるような気がしないでも。わわ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 
者です。当たったかもしれない。あーすごい、そのまま今の中段キララじゃないのこれは。わわうれしい。ループフリーズマンはレバーを叩くことをやめない。そこにフリーズがあるから、それがフリーズマン。他人がフリーズすると舌打ちをするぞ。最低だな。クズ野郎じゃねえか。同じ苦しさを共有してるんだからさ。ゴッドの島ってそういうとこありますよね。人のゴッドも喜べる。なんかフリーズ引き上がってみたいな空気出してる人はあんまいないよ。いないですね。おーみたいな。俺もそろそろそうなりたい。お、ダメか。あったあったよ。フリーズマンがいないときに G ストップ出ない。あー今日は完全に G ストップの日じゃないのこれ。1枚よし、初めて鏡。よーし、来た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 。2分の1 V がいいかな、いや S かな、どっちか止めますよ。あーほらー2分の1なのに。あ、最後まで取られた。あれ、パンダいった。よし、じゃあ乗せよう。今日はいい凱旋だな。なんだかんだいろいろ言うておりますが、さらに上がったか今ので。うわあすごい。いきなり高モードだ。ついに鏡テンパらせて与えました。 G ストップで。ほら、なんでそんなに G ストップやれるんですか。 G ストップなんだからさ。嘘だ、高設定だからだ。AT 中です。あ、 AT 中ですか。高設定なのは結構確信を持ってますからね。間違いないでしょうね、今日に関して。その挙動はそんな至れり尽くせりの台なかなかいない。ないね。裏点も入って、しかもはまらないで初当たりも引き続けられる。やめる暇なんかないよ。ない。ここは抜けちゃうかもしれんけど、まだ高モードなんじゃないのかな。ああ、こっちが当たっておりましたね。早っ。まともに G ストップやってたらすごい出た気がする。あ、フリーズマンは間違えて一回現金投資してるよ。いつのタイミングか分かんないけど。だよこれ、人並みにフリーズを引くこと以外はちょっとおっちょこちょい。朝電車に乗り遅れるしさ。フリーズマンは今日の朝目の前で電車を乗り過ごした。一番先頭に立って動画を iPhone で見ていたら、動画に夢中になってる間に電車が通り過ぎてしまったよ。乗るべき電車がね。うわあ、フリーズマンのはずが。あ、行くぜおい。通常時だから左斜めで近くだよ。近くだよ。あーれー、よろしい。まあまあまあ、斜めですから。ならばそちらでもよろしい。よろしい。間違っても外れるのかな。ここはノーだぜ。開きたいよな、扉一回開きたいよ。ここに見倒しするよ。できてない上に。できてない上にパス。ああ、やっぱフリーズじゃなきゃダメなんだな。通常の扉がガセるのは
泣けるな。あ、今日一番ドキドキした。当たり前だけど代行代行、俺今日やれてねえんだけどな。ちょっとご指名入ったって。3000枚持ってる方と300枚持ってる方負けてます。負けてるのか、はい、頑張ります。何の代行するんだ。赤7よ。赤7。あー、いいね、いい代行ですね、これは。え、それで負けてんの。ゴッドステージ中結構入れてるってことだね。この状況で負けてるってことは、ね、間違いない。まだナビ出てないでしょ。ナビ出てない。これはきついな。ポン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 。ラスト1ゲームだけやりますかって嫌だって言われた。まだナビ出てねえんだよ。いやー、これ出したらもう、これ出したらアウトだった。揃えても OK ですからね、そこはね。そうだね。あー、危ない。あー、危ない。おお、無限だ。無限だ。無限だ。これはエクストラチャンスだよ。あっ、あっ、フリーズマンだ。フリーズマンだ。フリーズマン、なんで俺が隣にいない時にするんだよ。フリーズマンが、フリーズマンがフリーズ引いたよ。代行マンが代行してる間にフリーズマンがフリーズ引いたよ。人の体何ゲーム打ってんのこれ。揃えちゃうよ。それに赤棚でした。赤棚でした。ついにやりました。ついにやりましたよ。431ゲーム今年37,000円。よっしゃ、まだ間に合う。とりあえず1個は1個乗せられたんで、だいぶあのコインは増やしておいたから、まあ、最低限の仕事はしました。危なかったよ。Gストップマンが代行に行ってくれなかったらフリーズ引けないところだったよ。音だけ聞こえたよ。いや、綺麗でしたね。がっちり見てたわ今のは。マジでフリーズマンかっこいいよな。嘘言わねえし有言実行だしさ。あ、ペアゴッド、ペアゴッド。あ、違う、予告ねえや、先読んなかった。なくはないよ。えい、あー、ペアゴッドチャンスが最初で最後のペアゴッド。あ、4連射しいぞ。うまっ。ここのレバーは、ここのレバー大事だから大事に。めちゃくちゃ割り高い。なんでもいい、キナナが揃いさえすればなんでもいい。いくよ。あー、惜しい。滑っていきました。今日はいろいろ起こりますね。そうですね、いろいろいい、あの、いろいろ起こっていい実践だと思います。いい回線でした。ちなみにフリーズマンはまだ負けてるよ。ちょっと上乗せしないと間に合わないよ。あ、扉だよ。2度目、2度目、扉だよ。フリーズマン、うー、2度目あるよ。あるよ、これはあるよ。この外れの前兆はもう終わってるからね。あるよ。パス。ドキドキしたよ。本日2度目のパス、めちゃくちゃドキドキしたよ。フリーズ
スナーはやっぱフリーズ以外でゴッド引きたくないのかなと思っちゃうからダイが遠慮するんじゃないかな。あー全然いいよやぶさかではないよ。すっごい引くじゃん。フリーズマンは扉すごいよ今日のフリーズマンは扉がすごいよ閉めるのは得意だね。開けるのは今んとこ苦手だけど3度目の正直ってやったよ何でそんなに下手なのよ。やべえ、初めて扉の外れで乗るかも。俺もそれを初めて見るかも。この間中竹さんと並んで打った時もこの外れって絶対乗らないっすよねって言ってたんですけど、これ乗るわさすがに。あ、乗った。乗る乗る乗る、初めて乗った。乗るんだねあれ。あ、乗ることあるんすね。乗るんだったら大歓迎ですよね。ちょっといいよね。すかしても乗るっていう、いいな、扉みたいな。ただ1セット乗ったけど獲得枚数を見てほしいよ。3セット終了時に650枚少ねえあと何セット、あと3セットです。3セット、はい、これ入れて。あ、自然。松本さん粘るの？粘らないよこれっきりやめたよ。いや、俺も打ってる場合じゃないじゃん。フリーズマンまだマイナスなのかよ、ダセーなフリーズマンはサバイについては言及してないよ何やってんだよ。そもそもフリーズマンマジでポンコツだなフリーズ引き際以外はやめよ、一足お先に。おい、野菜少なすぎるよ、いくらなんでも。確かに少ない。3セット4セットで830枚はあれ、ループしてる。 V が揃うのであれば、あー、ループしてますね。7セット目まであるわ。5、6、7、あれプラスなんじゃない、可能性あります。しょうがない。凱旋はまあ、頃合いということでやめましたけども、今後の実践の役に立てられるようにちょっと状況を見とこうかなと思います。番長か、番長今後も残りますからね。で、ここうわすごいんだけど、なんかここだけ三沢パネルの番長3が52回44回、すごいよね。なんかね、4台とか3台とかぐらいの台はところは結構固めて入れることもあるらしくて、常連さん曰くもしかしたらあの番長が全部とか半分とかいいのかもしれない。そういうとこもありだな今後は。吉宗もなんか当たってるな。僕はもう今日たくさん出したんで、あとは松本さんを待ち、いや、フリーズマンを待ちながらディスカップ打ちます。実戦終わったよ。はい、終わり。お疲れー。よかったです。どうも、お待たせしましたけども。いやー、なんだかんだね。危なかったですね。フリーズマンも降臨しまして。まあ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 、フリーズマン。変身できる日っていうのはまあ形になりますから、やっぱり得てして危なかったじゃないですか。得てしてですね、フリーズマンのパワーだけだったらマイナスだった。危なかったです。純増が圧倒的に足りないということで9セット消化して2300枚弱でしたからね。足りてないですね、ただまあ足りちゃいました、ね、足りましたよ。足りました、はい、688枚のプラスです。おや、投資がね37,850枚で、開始が2500円オーバー、2500枚オーバーで688。なるほど、あらららら、やったぜやりました、原産ってなってますけど私1万3000円しか使わなかったです。うわ安い。おで、3300
73枚だったから。おー、いいっすね。流してトータル2723枚のプラス。おー、快勝、ど快勝。この番組で私自分の個人収支最高枚数でございます。下手くそですね。なんだと。そう考えると、そう考えるとなんだと、ようやく人並みに。ゴーエモンでフリーズマンしたりしたでしょ。上手でしょうか。全然出ねえけどな、あれ。もう随分勝ちましたね。勝ちましたね。初めてですよ、そんな3000枚持ち込んでこれたら。しかも2人とも勝ちましたからね。そうですね、やっぱだから凱旋ラストでね、頑張っていきましょうなんて言ったけど、まあ、2人揃ってゴッドってのは残念ながらなかったけど、はい、2人揃ってプラスということで。もうお店が随分頑張ってくれたのもありますよ、多分ね。本当は6161ってあったかもしれないです。可能性としてはゼロじゃないですよね。マリモさんダメ良かったですし、そう番長も出てたのらしいですよね。番長ね、なんか4台だけ別のとこにあるんですよ、なんかサオパンで。そこがね、半分すごい出てたんで、もしかしたらそこ良かったかもしれない。ということで、すごくいい戦いができたわけですけども、はい、じゃあ何枚箱に入れますかとっていう話になってきますよね。今とも2500枚、2300枚でございます、どうしました、まあ、マリモさんがまず200枚は入れるとして、それぐらいはね、これはそれだから、もう今こ200枚入れると2500、2500で揃うわけじゃないですか。まあ2500ずつで、まあ、ちょうどいわゆる10万円分じゃないですか。そうだね。で、にしとくか、それとも今日、まあ、余裕があるからあと500枚ぐらいずつ乗っけとくかみたいな。ああ、そういうことね、今日は揃える大チャンスです。急に2000枚入れるとか言い始めるんですか、まさか。まさかなんですけど、まさか。まさかなんですけど、こんな急に唐突に何、その2人、今の僕の提案がしっくりきてないとしたらそれしかないですけど、あとはいや俺もっと入れたいなみたいな。わかった、じゃあ僕からいきます。じゃあ、はい、700枚。ああ、700枚、私3000枚に。なるほど。それを受けて、じゃああなたどうしますか。今日僕688プラスですね。そうだね、500枚普通に入れちゃおっかな。一応じゃあ500枚、ここで一旦足並み揃えましょうか。だってぼちぼちどっか出かけるかもしれないですもんね。そうだね。じゃあ500枚いきますわ。じゃあ2人とも3000枚。3000枚、順調っすね。順調っすね。すごい、それで年間収支負けてるんですもんね、マリモさんね。あの、だいぶ負けてます。すごくないですか、毎年だいぶ負けてます。それすごいっすよね。ここでこんなに勝ってるのに、出してるのに、どこに行っちゃってんだっていう。まあ、大体負けてるんだよね。ガイドワークスの仕事でですか。まあ、ガイドワークスの仕事大抵負けますね。余計なこと言うんじゃないよ。これ負けるんですか。なんて言っていいんだよ。ポガーン、ポガーン。とにかくですよ、はいはい、3000枚3000枚ということで6000枚貯まったんで、なんだったらもうさっきオープニングでも言いましたけど、GoTo っていうね、飛び道具もありますから。そこに滑り込む、いつまでやってるか分かんないですけど、そこに滑り込めればもういよいよ持って、本当国内だったらどこでも行けるぐらいの額ですよね。この間酒井さんが仕事で沖縄に行く都合があって、沖縄の値段調べたらしいんですよ。9泊10日か9泊10日、ホテル、普通のホテル航空券付きでいくらだと思います。1日1万円で15万ぐらい、航空券で。飛行機、ホテル、月、行き帰りの航空券全部含めて3万だ。そうなの。マジでびっくりして。なんで3万って意味わかんないじゃないですか。ずっとあれじゃない の、 あの波打ち際とかで寝させられるんじゃないの。そうそう、いい音ですよ。だとしてもですよ。だとしても安い。多くの航空券だけで1万円ってそれぐらい主導だもん、ね。だから今だからそのぐらいで、あの破格のやつとかも転がってるらしいんで、あやくっていいですか。いいと思いますよ。大丈夫ですか。ミイラに払う GoTo はねえってならないですか。大丈夫。そんな短編みたいな言い方されないから大丈夫ですよ。であれば甘えたいですけどね、はい、そこら辺も加味して、ちょっと時間あたり本当にもういよいよ決めていこうと、日程と、まあ、場所ね、そこら辺も話しながら実践していこうと思います。はい、ということで、まあ、見事6000枚まで行きましたんで、次回果たしてどうなるのかご期待ください。はい、ではまたお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。おはようございます。